はようございます。今日は初めてのジギングに来ました。ジギングロッドも買いました。また後で紹介しますが、今日はですね、茨城の鹿島にある、はい、桜井丸さんに今日は乗せていただきます。ほい。じゃあ今日のお供はじいちゃんです。おはようございます。おはようございます。ちょ、ジギングのパイセンとして今日はいろいろ教えてもろて、じゃあ釣れるといいね。青物狙いだよな。そうだね、そうだよね。まだそうだね、ちっちゃいのしかいけてないんで。最高記録は、最高うちでも何キロ、あれ分かんない。ブリ、もうブリ全然ブリじゃない、稲田クラスだね。稲田クラス。じゃあ今日はワラサクラスか。あ、なるほどね。じゃあ今日ブリ狙いで。そうだね、寒ブリ狙い。オーケー。うまいどー。うまいな。うん、ビルのモンスルでね。うん、今日は頑張ります。はーい、お願いします。お願いします。やっと釣りできるわ。お待たせしやっしゃ。はい、お待たせしやっしゃ。よいしょ。おー、ジグ多分こっちに流れるから、うん、ちょいキャストした方がいい。オッケー。ちょっと寄るか。初めてのジギング、はい。重っ。180、おんも。そんな尺なんだね。それ筋肉痛なるろ。パンパンなるわ。やばいよ。これフォールで食ってきたりするの？する。あ、そうなんだ。うん。で、巻いて、うん。なんかそんなに力強く、力強くっていうか、うん、リズムカルでやればいいんじゃない？やっぱリズム大事？うん。合ってる。あー、いいね。あー、いい感じ。いい感じ、いい感じ。疲れんだ、これが。これ、どのタイミングで食ってくるの？ホール？え、もう、こうやってやったら、グググーンって。あ、そんな。まあ、そんなでかいの使うことないんでね、わかんないですけどね。結構みんなゆっくりやってる。うん。ゆっくりやる人もいる。まあ、船長のやつ見てた方がいいかもね。あんぐらい。うわ、もうきつい。やばいよね、うん、うちもね、100あげんのにもう乳酸溜まって、もう今ヘロヘロよ。はい、ちょっと待って、どんぐらい自分が巻いたかもわからなくなってくる。わかんなくなるよな。ほい。違うんだよ、このしんどさがだん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 たまらんくなってくから、うん、これ今かかったらマジ腕取れるよ。いや、取れるよね。もう魚どころじゃないから、うん、一回腕休ませてってなる。いや、ちょっと連れてくれんと。そうね、はまるかどうかは、うん、ただきついだけになっちゃう。わかりました。パイ
イセン。やっと来たぜ。パイセンやるやん。何っぽい？わかんねえ。わかんねえよ。わかってくれよ。ヒラメとかじゃない？みんなだ。いいね。はい、ちゃんも頑張ろう。かっこいい。はい、どうも。ほぼボトム？ほぼ。で、ちょっと10回ぐらいしゃくったらまたうち落としてる。10回ぐらい。うん。オッケー。いや、10じゃねえ。20回ぐらいやってんな。何十本も釣ってられないね、これ。釣ってらんないよ。おやばい、三脚が。投げなくていいやつもない。投げ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 。来た。来たー。カッパチ。カッパチ。カッパチ。ナイスー。ショコショコ。ショコだ。やったー。いいねー。やっと。ハモったねー。ナイスチョコイエスカッパチの状態の初めてのジギングで釣れた。最高。かわいい。ナイスイエーイイエーイよっしゃ。はい。ナイス。こっちも。カンパチか。わ、さっきより全然重い。頑張って。ちょっと。さっきより全然重たいぞ。え？全然さっきより重たい。いいね。重たい。こんなんじゃない。
ですか。いやー頑張ってください。頑張る。慎重に行かないと。そうね。いいよいいよ。左っすね。あ、あれ？稲田？大したことね。大したことね。よっしゃー。ナイスー。よっしゃー。いいサイズです。イエーイ。いやー。イエーイ。稲田？稲田。原さん？うん。稲田やね。稲田か。うん。ナイスサイズ。ありがとうございます。ウェーイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱパイセンの教えがあって今日は爆笑祭りで釣らせていただきました。よかった釣れてます。とりあえずね。よかった。ちょっとハマりそうなんだけど、もう筋肉痛が言えもしないから多分筋肉痛がねたまらんくなるからかな。やっぱり明日バキバキよ。もうちょっとこの携帯持ってるでもプルプル しちゃうもんね。そうだね。そう、ちょっとまた行きましょう。また時期見て遊びに行こうよ、はい、そうだね。ちょっとまた拉致してもろて。オッケー、お願いします。それまでにちょっと修行しとくわ。そうね、ちょっと私もちょっと道具とかいろいろ見直してみるわ。オッケー。今日あの針めちゃくちゃ短かったから。あー針ね。そう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 、そういうのちょっと勉強してまた来るわ。勉強します。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあのー手なずけました。そうっすね、ほんと2回のが使ったら負けないように少し順回よって。こんにちは。はい、野良猫ですけど全然気にしないです。かわいいね。